この YFN でこのように語る機会が与えられていることを本当に心から感謝します。主が私たちを共に次のステージに引き上げるために、共に相続の地に預からせるために、私たちのために今日新しい神の声が聞こえることを信じます。共に同じ油注ぎを受け取っていきましょう。昨日私がですね、部屋で祈っている最中に、この YFN のメッセージのために祈っている最中に一つのビジョンが与えられました。それは私が祈っていると最初曇りガラスがあるんですね。こう埃のかぶったような曇りガラスでした。しかし祈っているとその窓の向こうから布を持った手が出てきて、その窓を拭き始めるんです。キュッキュッキュッ。そして拭くたんびにその拭かれたところははっきりと透けて遠くの景色が、向こうの景色が見えるようになりました。そしてどん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 祈っているとその手が動いていって、その布がどん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 押し付けられていって、その窓がクリアになっていく、明るくなって窓の向こう側の景色がどんどん見えていく、そのようなビジョンが与えられました。しばらくそのビジョンのことに思いを巡らして、一体これは何のことだろうと思ってたときに、神様から一つの声が聞こえました。それは心の目です。エペソの手紙を開いてもらえますか。今日のメインのメッセージの前に少しだけ分かち合わせてください。エペソの1章、エペソの1章の17節から19節、こう書いてあります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。聖書は言ってます。私たちの心の目がはっきりと開かれていくように。そして私たちの心の目が開かれていくと何が見えていくんでしょう。いろんなものが見えてきますけど、この18節にはこう書いてあります。生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。生徒たちが受け継ぐもの、相続するもの、手に入れるものです。これは別の言葉で言うならば約束の地です。かつてイスラエルにとって受け継ぐべきものは約束の地、カナンの土地でした。同じように主は今の私たち一人一人の人生に、またそれぞれの教会に受け継ぐべき相続分を用意しておられます。もちろん最終的には再び戻ってくるイエス様ご自身、天の御国、その霊的な相続こそ私たちにとって永遠の相続です。しかしまた同時に、今現在この地上の人生において主が私たち一人一人に与えている召しを達成していくこと、運命を達成していくこと、それが私たちにとっての相続分でもあります。主はもしかしたらあなたを教育の分野に使わすかもしれない、ビジネスに使わせるかもしれない、政治の世界に送り出すかもしれない、医療の世界に送り出すかもしれない、そのようなさまざまな、まだまだ神の国が行き届いてない領域がある。神様はあなたを器として整え、そこに神の栄光を注ぎ、そして天の御国の鍵を握らせてあなたをその地に派遣していきます。それはあなたの人生の召し、そして神ご自身の夢の一部分です。主はあなたを用いてご自分の夢を実現させていきます。しかしそれは私たちの目から見ると神が私たちに与えてくださる相続分、受け取り分、約束の地です。私たちはそのように主にあって約束の地を勝ち取っていくのです。また実はこの御言葉にはもう一つの意味があります。生徒たちが受け継ぐものと書いてありますけれども、もう一つの別の訳では、もし新改訳の聖書をお持ちの方は下に書いてありますけど、生徒たちが神の資産であること、つまり生徒たちが神の子である私たちが何かを受け継ぐだけでなくて、私たちこそが主が相続する分だということです。わあ、素晴らしいと思いませんか皆さん。なんと私たち一人一人はイエス様が勝ち取っていきたい約束の地なのです。どうしたら私たちはイエス様によって勝ち取られていくんでしょう。かつてヨシュアの軍勢は約束の地に入り、そしてもう東西南北どん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 戦っていって、その地をぐるぐると行き巡ってその地を占領していきました。同じようにイエス様はまず私たちの心の一番深い霊に訪れました。私たちがイエス様を信じたその瞬間に、私たちの内側にキリストの命が宿った。しかしそれは言うなればヨシュアの軍勢がヨルダン川を渡ったところです。しかしそこからイエス様は活躍したい、
私たちの魂の四方八方を生き巡って、そしてまだ私たちの心の中でイエス様によって勝ち取られてない領域、イエス様によって新しくされてない領域、まだ私たちの中の古い自分がうごめいている領域、その領域をイエス様は勝ち取っていきたいんです。皆さん、もし私たちが外に目に見える形で私たちの人生、私たちの目に見える相続分を得たいならば、まず最初に目に見えない私たちの心の内側でイエス様によってまず勝ち取られなければいけない。まず私たちがイエス様に相続分をお与えしなければいけない。私たちの心の内側でイエス様が勝利すれば勝利するほど、私たちの人生で外側に勝利がつながっていきます。アメン。ですから皆さん、この2日間に期待してください。この2日間、主が私たちに勝利を与えていきます。それは2日間の間に急にあなたが会社で出世するという意味ではありません。何か2日間の間に急に目に見える結果が訪れるかどうか、それは分かりません。しかしこの2日間の間で一つ言えること、それは主があなたを勝ち取ってくださるということです。申命記の7章1節にはこういう御言葉があります。申命記の7章1節、あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れるとき、主はあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民、すなわちヒッタイト人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人をあなたの前から追い払われる。かつてヨシュアの軍勢が約束の地に入ったときにですね、そこはただの広場じゃなかったんですね。ただの草原でのびのびとしてたところじゃなかったんです。父と蜜が流れる地だって言って喜んで入ってきたら、そこにはですね、異部族たちがいたんです。そしてそのすべての異部族をヨシュアの軍勢は蹴散らしながらその地を勝ち取っていきました。同じように私たちも戦わなければいけない敵がいます。同じように私たちも蹴散らしていかなければいけない敵がいる。この2日間の間で私は3つのメッセージを語ろうと思っています。そして一つ一つのメッセージの中で私たちが勝利しなければいけない戦いについて語っていきたい。ですから今回この YFN のために、 YFN のために私は3つの戦いに勝利する、そのメッセージを用意してきました。共にこの御言葉を受け取っていきましょう。一言お祈りします。主、ありがとうございます。どうぞあなたが今から語られる神の言葉を祝福してください。どうぞ聞く者も語る者も同じ油注ぎを受け取り、そして同じ恵みを味わうことができますように。私たちの内側にキリストの姿がかたどられていきますように。そして全ての栄光がイエス様、あなたの皆に返されますように。主の皆によってお祈りします。ヨシュアの軍勢の話をしていきたいんですけれども、まず最初にダビデの話をしばらくさせてください。第一サムエル記の18章を開きましょう。第一サムエル記の18章の23節を読みます。第一サムエル記の18章の23節、サウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。ダビデは言った、王の婿になるのがたやすいことに見えるのか。私は貧しく身分の低いものだ。ダビデという人は子供の頃から特別に油を注がれて神様に選ばれました。そしてゴリアテとの戦いで偉大な勝利を収めました。そして国中のヒーローになりました。そして王室にも召し抱えられました。軍隊の長官にもなりました。そして超もう国民の人気者で、これこそ次の時代のスターだ、この人こそ次の王様になるに違いない、そのようなみんなの期待を受けて、旗から見るとめちゃくちゃ成功者でした。おそらく私たちはこう思うかもしれません。この時ダビデの心の中はもう浮かれてて絶好調だったに違いない。そしてサウルという王様は自分の娘であるミカルをダビデに与えようとしました。ダビデ、私の娘ミカルを与えるよ。さあもし皆さんがダビデだったらどうしますか。いやー、やっぱし私がそれにふさわしいよね。何しろこのイスラエルの国、正直まとめているの俺だし、それくらい思うかもしれません。しかしですね、ここでダビデが何て言ったんでしょう。自分は貧しいんだよ。自分は身分の低いものだよ。自分なんかが王様の娘と結婚できるなんて、そんなの無理に決まってる。超弱気です。ダビデは一見すると外から見るととてもイケイケに見えてたシーズンだったけども、彼の心には私たちと同じ弱さがありました。それは劣等感です。ダビデの劣等感の叫び、それがこの御言葉です。皆さん、私たちが
約束の地に入るために、私たちが自分たちの運命を必ず達成するために必ず戦わなければいけない敵、その一つは劣等感です。そしていいですか、劣等感というのはいつの時代でもどの国でも誰にでも必ずある問題ですけども、特に今のこの時代、若い世代たちにとってこの劣等感との戦いというのは過去にないほど強烈な戦いになっています。どんなに可愛い女の子でも鏡を見ると私は可愛くないと言います。どんなにサッカーが上手い男の子でも私はそんなに上手じゃないと思います。どんなに勉強ができる子でも自分より頭がいいやつはいくらでもいると思います。容姿でも学歴でも性格でもどんなことでも様々なことで今の時代は特に若い子たちは劣等感を抱き、自分は劣っていると思う、コンプレックスの塊になっていく、そういう時代です。なぜでしょう、なぜこの時代が特にそうなんでしょう。それは私たちがネットデバイス時代に生きているからです。私たちは今の時代、何か自分が新しいことを始めようとするとすぐに全国レベル、いやもしくは世界レベルと比較しなければいけなくなってくる。例えば中学生の男の子が、あ、ちょっとギターを習い始めた、そして教室の隅っこでギターを鳴らしてみたら友達たちが、あ、君ギターうまいね、すごいいいじゃん。これが30年前だったら、よし俺だったらプロになれるかもしれない、そうやって無茶でもなろうとしてたかもしれません。しかし今の子たちはもし自分がギターを弾いてちょっと上手いかな、どうかな、うん、よくわかんない、確かめようと思って YouTube を開きます。そうするとよせばいいのに最初に見る動画は何でしょう、アメリカテネシー州にいる15歳の天才ギター少年そういう子を見て、超早弾きとかを見て、うわーすごい、こんな子がいるんだったらもう僕は太刀打ちできない、もう僕はこの子たちとは勝てない、そう思ってすぐに諦めてしまう時代です。挑戦することを諦めてしまう時代です。あまりにも高い山を見せつけられるので、もう自分はこれと戦うことはできない、自分には無理だ、そうやってもう最初に他の人の大成功を見て自分は打ち負かされてしまう。皆さんそういう経験ありませんか。みんなありますよね。そうです、私たちは今そのような時代の中に生きています。じゃあ聖書は何て言ってるんでしょう。詩編の49編を開きましょう。詩編の49編、詩編49編の16節、詩編49編の16節、恐れるな、人が富を得てもその人の家の栄誉が増し加わっても、恐れるな、その人が富を得てもその人の家の栄誉が増し加わっても、恐れるな、他人がどんどん成功しても、恐れるな、他人の再生回数がどんどん伸びても、恐れるな、他人のフォロワーがどんどん増えても、恐れるな、他人のチャンネル登録者数だけがどんどん上ってっても、恐れるな。いいですか皆さん、聖書は悲しむなとは言ってません、妬むなとも言ってません、落ち込むなとも言ってません、恐れるなって言ってるんです。他人がどんどん成功してって自分が置いてけぼりを食うような、そのような気持ちの時に恐れるな。なんで恐れるなって言ってるんでしょう。皆さん実は私たちは劣等感を抱えるとき、他の人と比べて自分がそこまでできてないと思うとき、恐れを感じてるんです。どんな恐れでしょう。自分の存在には価値がないんじゃないだろうか、自分が生きてることには意味がないんだろうか、自分は何も自信を持てることがない、自分は勇敢になることができない、そのようにあなたが生きるためのエネルギーそのものを奪われそうになってしまうから、だから聖書は言ってます、恐れるな、何も失うことはないから恐れるな。皆さん、もし私たちが他人との一喜一憂、他人と比較して一喜一憂し続けるならば、ずっと私たちは恐れの奴隷にならなければいけません、恐れの罠にはまらなければいけません。そしてもし私たちが他人と比べて生きているならば、あなたは本当の自分の人生を生きることができずに終わってしまいます。私たちは今の時代どうにか成功しようともがきます。今の時代の成功って皆さん何だか知ってますか。今の時代は何をしたら成功なんでしょうか。世界で一番高い山に登ったら成功なんでしょうか。お金持ちになったら成功なんでしょうか。とても美しくなったら成功なんでしょうか。有名人になったら成功なんでしょうか。そうじゃありません。今の時代において成功というのは、他の人から成功と思われることが成功なんです。そうですね。
他の人から見て、ああ羨ましい、この人の人生は成功しているな、そう思わせたら成功なんです。ですから私たちは何をするんでしょう。一生懸命周りから見て成功と思われる人生を歩もうとしてしまう。こうすればいいんでしょう。そう、周りから認められるためには、ああしてみればいい、こうしてみればいい、そして周りから見て成功しているように見られたい、そうしたら私も安心することができる、周りから評価されたい、周りから祝福されたい。しかし聖書は何て言ってるんでしょう。この同じ49編の18節を見てみましょう。18節、たとえ人が自分自身を生きている間に祝福できても、あなたには物事がうまくいっていると人々があなたを褒めたたえても、ね、あなたには物事がうまくいっていると人々があなたを褒めたたえてもいいですか。人々があなたはうまくいってるねって褒めたたえても恐れるなって言うんです。え、周りから見てチヤホヤされて、自分が周りから見て成功していると思われているときに恐れるなってどういうことでしょう。何か恐れてるんですよ皆さん。私たちは周りから成功していると思われている、思われている最中も心の中にはやはり恐れがなくならない、何か恐れながら生きている。なんででしょう。なぜならばその時幸せは何か、成功は何かという判断基準があなた自身の中にないからです。他人の判断任せ、他人の評価任せ、他の人の気分任せであなたの幸せ具合が変わっていってしまう。皆さんそれって恐ろしいことだと思いませんか。いつ自分の幸せが失われるかわからない、他の人、周りの人の評価によって自分の幸福感や自分の優越感や自分の成功感が変わってしまう。それはとても恐ろしいことだと思いませんか。インスタでめちゃくちゃかっこいい映える写真をアップしました。その時はみんなからいいね、かっこいいって言われます。しかし1年後、何無理しちゃってんの、いきなり評価が変わります。お笑い芸人が面白いネタをやってめちゃくちゃ受けて、そしてどんどんブームになって、そして YouTube にもアップされます。10年後、急にそのネタが不謹慎だと言われます。そしてパッシングされます。アメリカに行くと、かつて歴史上の有名な人物、偉人、その町でとても素晴らしい働きを、功績を残したといって銅像が立っている人たちがいます。今になって急にその人は人種差別主義者だったといって、その銅像が壊されます。わかりますか。皆さん、私たちは周りから見て成功かどうか、それに気を止めていると実はいつまでも不安なままです。そして今の時代はその不安を誰もが抱えている時代です。特に若者たちはその中に生かされている最中です。常にその時に大衆受けするものが良いと言われる。そして常に周囲に合わせる。その結果、あなたは自分が何者だか分からないまま生きなければいけない。いつもいつも不安の中で、アイデンティティが分からないままで生きていかなければいけない。そして他人からの反応で自分の価値が決まってしまうとき、次の劣等感の罠がまた待っているんです。もっと頑張らなければいけない、もっと頑張らなければいけない、見返さなければいけない、時代が変わった、人々の考え方が変わった、だから私も価値観を変えなければいけない。そうやって人々はみんな疲れていってしまう。あのダビデすらその罠にはまってしまった。皆さん、ダビデってどんな人でした。かつては人の評価なんて全然気にしませんでした。彼の周りにいたのは羊だけでしたそして彼は羊を飼っている間、放牧している最中、盾ごとを引いて神様を賛美し礼拝し、そして神様との関係だけが彼にとって大切でした。しかし時代が変わってきました。彼が有名になってきたので、チヤホヤされて、周りにたくさんの人たちが集まってきて、王様からも目をかけられるようになってきて、そしていつの間にか彼は神様との関係だけでなく、人々との関係がどん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 彼の心の気遣いごとになってきた。彼が人からどう見られているか、そのことがだん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 気になるようになってきた。実はこのミカルを妻として与えようという話の前に一つの出来事がありました。もう一度第一サムエル記に戻ってもらえますか。第一サムエル記の18章をもう一度開きましょう。第一サムエル記の18章のですか、ちょっとさっき読んだ手前、17節から読んでいきます。第一サムエル記の18章の17節から、サウルはダビデに言った、これは私の上の娘メラブだ、これをお前の妻として与えよう、ただ私のために勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってくれ。
サウルは自分の手を下さないでペレセ人に手を下させようと思ったのである。ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。私の家族、私の父の種族もイスラエルでは何者なのでしょう。私が王の婿となるとは。ダビデはこの時ちょっと謙遜な感想を述べてますけども、え、私が王の婿になれるんですか。私なんてそんな大したものじゃございませんのに。これは劣等感ではありません。ただウキウキの最中ですただウキウキして謙遜な表現をしている最中です。しかし19節、ところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって、彼女はメホラ人のアデリエルに妻として与えられた。詳しい理由は分かりませんが、この最初の縁談は失敗しました。サウルの娘メラブをもらえるかと思ったら、それでウキウキしてちょっと喜んでいたら何が起こったんでしょう。ギリギリになってメラブは他の人の妻になってしまった。ダビデの人生で初めて人々との人間関係の中で自分が拒絶されたと感じる、拒絶感を味わった、そのような事件です。それまで彼は神様との関係が中心だったから、人間との関係で何があってもそんなに気にならなかった。しかしこのメラブの事件の一件はダビデの心の中に何やら影を落としたようです。そして次に今度はミカルをやろうと言った時には、どうせ僕は貧しいし、どうせ僕のような身分の低いものだし、なんだかんだ言って最後になったら結局もうもらえないんじゃないの。皆さん、私たちは期待が高すぎて後で裏切られるぐらいだったら最初から期待しない方がいいと思いますよね。ネガティブなことを期待するようになります。あのペテロと同じです。イエス様、昨日夜中中漁をしたけど釣れなかったんだから今から言っても無駄ですよ、けどまあ一応行きましょう。なんでそんな余計なこと言うんだペテロ。それは心の準備です。またイエス様も一緒になって漁に出かけたけど、それでも結局魚が取れなかったら期待してたらもっとショックだ。だから余計な心の傷をこれ以上受けたくないから、ネガティブな想像をしておこう、うまくいかないことを考えよう、自分の人生がうまくいかない理由、うん、それはね、貧しいし身分も低い、よし、これならうまくいくはずがないそう言っていいですか、劣等感を持つことによって何か自分を守ろうとしてしまっている。かつてのあの羊飼いの少年はどこに行ってしまったんでしょう。なんで心の中でこんな複雑なことをしてしまうんでしょう。そして私たちはこの時のダビデと同じように自分のセルフイメージを下げてしまうんです。さあ、皆さんにとってこのダビデの話は他人事でしょうか。そうじゃありません。誰もが同じ経験をします。誰もが劣等感の戦いに苦しみます。そして劣等感を補うために何とかもがこうとする。ダビデがこの続き、面白い物語があります。サウルはミカルを与えようと言いました。25節、サウルは言った、ダビデにこう言うがよい、王は花嫁料を望んではいない、ただ王の敵に復讐するためペレステ人の用の川100だけを望んでいると。サウルはダビデをペレステ人の手で倒そうと考えていた。サウルはダビデに向かって言いました。いや、そんなお金なんかいらないんだよ、貧しい、身分が低い、気にする必要はないよ、その代わりペレステ人と戦いに行ってくれ、そしてペレステ人を100人打ち倒して、そして用の川、その割礼の時に切った残りの宝庇です、川です、その用の川を100枚持ってこい、まあ、それはつまり間違いなく100人のペレステ人を打ち倒してこいという意味です。サウルはこの時ちょっとずるい考えをしてて、こうやって戦わせたらダビデが逆にペレセ人によって打ち倒されてダビデが死ぬことを期待してたんです。サウルはだから言いました、用の川100枚取ってこい。26節から、サウルの家来たちはこの言葉をダビデに告げた。王の婿になることはダビデの目には良いことに思えた。そこで期限が過ぎる前にダビデは立って部下と出て行き、ペレセ人200人を打ってその用の川を持ち帰った。こうしてダビデは王の婿になるために王に対して約束を果たした。サウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えた。サウルはペレシテ人を100人倒して用の川100枚取ってこいと言いました。ところがこの時ダビデは何をしたんでしょう。100でいいのに200持ってきました。ダビデの心の中に何か前のめりなものが働いてます。要求されている以上に頑張らなければいけない、
自分の価値を示すため、自分が優秀であることを示すため、自分の劣等感を何かしら自分の努力で克服するために、100じゃ足りない、150でも足りない、200だ、200ぐらい取ってきたら絶対に自分のことも認めてもらえる。そうやって彼は本来自分がやらなければいけないこと以上のことを自己努力で必死になって行いました。ダビデには平安がありませんでした。私たちの心の中にある劣等感は恐るべき敵です。劣等感は片方では自分なんかダメだダメだダメだと思わせる、しかしその片方ではもっと頑張れもっと頑張れもっと頑張れ、そのようにあなたをいつも脅迫します。あなたを緊張させます。あなたを恐れさせます。そしてあなたに過剰反応させます。あなたに自己努力の道を歩ませます。そして終わりがありません。そしてそのうちあなたのその生き方はどこかで歪んできます。どこかで歪みが生じていきます。ダビデがこうやって自己努力で頑張って手に入れた妻ミカルとの関係はその後どうなったんでしょう。全く祝福されませんでした。全く幸せにはなりませんでした。私たちの内側にある劣等感をモチベーションにしたとき、見た目には100枚の羊の皮じゃない、200ほど取ってきた、うわなんてダビデって強いんだ、素晴らしいんだ、見た目には周りから評価されるかもしれない、しかしあなたの心の中に平安はなく、そしてそこで得た実は結局本当の幸せにはつながらないんです。今の私たちはダビデの時代よりもさらに数字に追われる時代です。 YouTube チャンネル上げたはいいけど毎週更新しなければいけない、そしてチャンネル登録者数が気になる、再生回数が気になる、インスタ始めたはいいけどもいいねの数が気になる、 Facebook 始めたはいいけどフォロワーの数がどれくらいか気になる、そうやって私たちは自分の成功を見てもらうためにいつもいつも数字を気にしなければいけません。もうまるで営業部のノルマのようです。普通営業部のノルマが気になるのは30歳とかですよね。いや25歳ぐらいからかもしれませんけど、しかし今は違います。今は高校生、中学生、もしかしたら小学生の時からもうそのようなノルマを心の中に抱いているかもしれない。生まれた時から常に常に自己努力で必死になって認められなければいけない、そのような時代の中に今私たちは生きているかもしれない。そしてまた私たちはそのための下積みがとてもとても辛い時代です。いいですか。もしかしたらこういうふうに考える人がいるかもしれません。 YouTuber を見て、再生回数がめちゃくちゃ伸びている、チャンネル登録者数が何万人もいるような YouTuber を見て、あ、この人たちのやってるようなくだらないことだったら僕にもできる、これくらいのことだったら僕にもできる、確かにそうかもしれません。しかし実際に始める人はほとんどいません。なぜでしょう。そのくだらない動画を見てもらうためには、そしてその人たち、その動画がみんなに認めてもらうためには、最初に長い下積み時代が必要だからです。どんなに面白いコンテンツを出してもなかなか再生回数が伸びない、全然人に見てもらえない、それを何年も何年も続けていて、毎週毎週更新していて、そしてよっぽど経った後にじわじわと再生回数が伸びる、じわじわと登録者数が増えてくる。けどもその下積みの時代というのはどんな時代でしょう。今の時代はそれを恥と感じる時代です。恥ずかしい、頑張ってるけど全然みんなから認めてもらってないよね、この人、周りから見てうまくいってるように見える人と同じことをやったとしても、必ず私たちは最初は静かな下積み時代があります。皆さん、ダビデの人生の中で長いトンネルのシーズンがあります。サウルによって追われている最中です。今の私たちで言うならば、全く評価されないけど毎週毎週チャンネルをアップしているような、そういう時期です。コツコツと自分の人生のため、自分の運命のため戦い続けなければいけない、とても惨めなシーズンです。そして今の時代はその惨めさを許しません。周りいいですか。成功というのは何でしょう。今の時代の成功は周りから見て成功と思われることが成功です。そして逆に失敗は何でしょう。周りから見て失敗と思われることが失敗です。だから私たちは恥をかきたくない、失敗しているように見られたくない、いつもうまくいっているように見られたい、そのような思いがあるので、私たちは結局何もできずに終わってしまう、一歩踏み出すことができない、ヨルダン川を渡ることができない、そのようなプレッシャーが常にある時代です。けど皆さん、いいことを教えたいと思います。グッドニュースがあります。世間の評価が変わっても私たちの天の父は変わらない方です。
どうすればいいんでしょう。この時代私たちはどうやって生きていけばいいんでしょう。どうしたら本当に平安があるんでしょう。どうしたら本物の人生を歩めるんでしょう。それは変わりゆくものに目を留めるんではなくて、決して変わることがない方としっかりと関係を持つことです。ヤコブの手紙の1章の17節、ヤコブの手紙の1章の17節、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。天の父には移りゆくような心はありません。天の父は何て書いてありますか。天体の運行によって生じる影のようなものはありません。なんだか少し分かりづらい言葉ですよね。これは当時の時代は、彼らは、人々は時間を計るために日時計を使っていました。日時計というのは中央にでっかい石の柱を置いて、そして太陽の動きによって影ができるので、その影の角度を見れば今が何時か分かる。つまり太陽がぐるぐる回っているので、影もどん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 動いていく。それが移りゆく、この天体の運行によって生じる影です。皆さん、もし私たちが日時計を見たときに、このぐるぐる移りゆく影を見たくなかったならば、どこに太陽があったらいいんでしょう。真上です。そうです。同じように私たちが神という存在をぐるぐるあなたの周りに、こう周辺にはべらすのではなくて、あなたの真上に置く必要があります。あなたと神様との関係が垂直になる必要があります。まっすぐに、主よ、あなたこそ私の真上に存在してくださる方です。あなただけが私の上に座す方です。あなただけが私の主です。そのようにあなたが心を定めて、あなたの神である主をあなたの上に置くことができるならば、もはや移りゆくものは何もありません。影はありません。ただあなたはまっすぐに神の道を歩んでいけばいい。ある時イエス様が5000人にパンを配りました。パンと魚を配りました。そうすると人々は、ああ、この方はなんて素晴らしい方なんだ、この方こそ王様にふさわしいと言って、人々がイエス様を王様にしようとしました。けどその時イエス様は、聖書はこう言ってます。ヨハネの6章にはこう書いてあります。イエスはそこを去って退いていった。そして一人で山の方に行った。一人で祈りの時間を持ちました。イエス様はもちろん私たちの王様です。しかしイエス様は、自分が王になるタイミング、自分が王になる方法、自分が王として治める地域や場所やその世界、それらはすべて天のお父様によって示されました。群衆からの指示ではありません。群衆の人気によって私たちは王様になる必要はない。群衆の人気によって私たちが成功を決められる必要はない。そうではなくて、神様との関係で、イエス様との関係において、私たちは自分たちが何者であるかを知っていくのです。イエス様は父との関係があったので、人々から認められるために葛藤する必要はありませんでした。このイエス様の姿は私たちのお手本です。あなたも神の子供のアイデンティティを持つことができます。それは永遠に失われることがありません。あなたの永遠の存在、あなたの永遠のアイデンティティ、それはあなたが神の子であるということです。神様との関係というのは駒の軸のようなものです。もし私たちが駒を回し始めたならば、軸がしっかり揃ってたならば、周りのものは軸を中心に回っていきますね。同じように私たちも神様との関係をしっかり決めて生きていくならどうなるんでしょう。あなたが駒の軸のようになって、あなたの周りに集うべき人々は集ってきます。神様が用意してあなたとつなげたい人たちは必ずつながることができるようになっていきます。しかし神様が用意してない人間関係、気にしなくていいものは全て弾かれていきます。どうぞあなたの人生に軸を作ってください。あなたと神との縦軸、それがあなたという人生の駒の回転軸です。主に応える人生を送っていきましょう。かつてイエス様が山上の水訓の中でこんなことを言いました。施しをするときは人に見せるためにやるのはよしなさい。今の時代違いますよね。何かいいことしたら必ずそれをネットで報告して、こんなことしましたってやりたくなりますよね。けどイエス様は施しをするときは人に見せるためにやるのはよしなさいと言いました。またイエス様は祈るときは人に見せるために祈るのはやめなさい。断食するときも人に見せるために断食するのはやめなさいと言いました。
けど今の私たちの世界はどういう世界でしょう。すべて人に見せるためにやるんです。40日断食もそのうちもしかしたらですね、なんか今日38日目とかそういうアップが出るかもしれませんよ。かなり絞れましたとかそういうのが出るかもしれませんよ。けどイエス様はそういうことをしろと言ったんじゃないんですね。なぜならばイエス様はこう言ったんです。隠れたところで見てくださっている父があなたのことを認めてくれるから、あなたのすることはすべて人々からの評価のためにするんではなくて、人々からどう思われるかのためにするんではなくて、誰にも気づかれなくても父なる神様があなたを気づいてくださっているから、だからあなたはあなたの生き方をしなさい、だからあなたは父の前で正しいことをしなさい。それがイエス様が言ったことです。ヨハネの21章を開いてもらえますか。復活後のイエス様が弟子たちと会いました。そしてペテロに向かってあなたは将来殉教するよという予言をしました。ペテロ、あなたは今自分で好きなところに行ってるけど、将来自分で行きたくないところに行くことになるよ。あなたは将来殉教して私の栄光を表すことになるよ。イエス様はペテロは将来殉教して死ぬと言いました。ペテロはその話を聞きました。そしてペテロは何をしたでしょう。分かりました主よ、私は殉教ですねと言ったんじゃなくて、隣にいるヨハネを見て、隣のヨハネを見て、イエス様こいつはどうですかって言ったんです。ああ私は殉教なのか、んイエス様隣にいる彼はどうなるんですか、この人も殉教ですか、この人の人生はどうなるんですか、この人は私に比べてうまくいくんですか、この人のブログの方がたくさん呼ばれるんですか、この人の YouTube チャンネルの方がたくさん栄えるんですか、この人の CD の方が売れるんですか。もしかしたらペテロはそんな気持ちだったかもしれません。しかしイエス様は何て言ったんでしょう。ヨハネの21章の22節、イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。他の人が祝福されようが、他の人の人生で何か劇的なドラマが起ころうが、他の人が繁栄しようが、それがあなたに何の関係がありますか。あなたは私に従いなさい。これはイエス様が私たち一人一人に語っている言葉です。イエス様が私たち一人一人を弟子として招いている言葉です。あなたの隣の人のことはどうでもいいよ、その人の人生は私が決めている、そうでなくてあなたは私との関係に集中しなさい、私についてきなさい。この YFN のテーマは未踏です。今まで行ったことがない領域に入っていく、今まで自分では勝ち取れなかった運命を勝ち取っていく、自分の運命を達成していく、そしてその雛形はヨシュアの軍勢です。ヨシュアの軍勢の中で劣等感に支配されなかった男がいます。カレブです。民数記の13章に行きましょう。いいですか。民数記の13章で12人の偵察隊が約束の地に送られますよね。さあその中にはもちろんカレブもいました、ヨシュアもいました。民数記の13章、さあ今からこの12人で偵察に行くよという時です。13章のまず16節を見ましょう。以上がモーセがその地の偵察のために使わしたものの名である。モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。ヨシュアの名前はもともとはホセアでした。それも素晴らしい名前です。救いという意味です。救い、ホセア、もうこれだけで大体主人公キャラですよね。ところがですね、12人選んでさあ今から偵察に行くよっていう時にモーセがですね、あちょっとみんな待って待って、ホセア今からお前の名前をヨシュアにするよ、意味は主は救い。これリーダーやっちゃダメでしょう。今から12人でチームになるっていう時になぜヨシュアだけ、ね、なぜホセアをヨシュアにしてグレードアップさせて、いかにもこの子だけ愛されてる感出しちゃうんですか。これ同じ失敗かつてヤコブがやりましたよね。ヨセフにだけその長袖の長子の象徴である長袖の服をあげちゃう。で、その結果お兄さんたちどうなりました。妬みましたよね。もう同じような感じですよ、ね、もちろんモーセは神様からの啓示があって促しがあって、そして本当にホセアがリーダーであるのも確かです。ホセアがヨシュアとなってその後約束の地を勝ち取るのも確かです。しかしなぜこのタイミングでやるんだろう、
これは残りの11人にとってはとんでもないチャレンジです。残りの11人が劣等感感じまくります。そしてその中でも皆さん、6節、ユダ部族からはエフンネの子カレブ。カレブってどういう意味か知ってますか？カレブという名前はどんな意味ですか？犬。犬ですよ。犬って言っても皆さん、私たちが可愛がるようなゴールデンレトリバーとかそういうイメージじゃないですよ。ユダヤのイスラエル文化では犬というのは忌み嫌われる生き物、汚らしい生き物です。犬といったらもう異邦人の象徴です。ある神学者はこう言ってます。カレブは実は異邦人だったんじゃないだろうか。彼は異邦人だけどもユダ部族の一員として名を連ねて、そして素晴らしいリーダーシップを発揮していったんじゃないだろうか。確かにそれもあります。しかしどちらにしろ彼の名前は犬でした。自分犬だな、隣にいるホセは急にヨシュアになった。どうですかこのコントラストは。きつすぎませんか。そして40日間の間偵察して帰ってきて、そしていいですか、10人は無理無理無理って言いました。しかしその時、13章の30節、その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。実はこの本当にみんなが落ち込んでもうやめようと言った時に励まして必ず勝ち取れると言ったのはヨシュアじゃなかったんですよ。カレブなんです。なんていう勇敢さでしょう。彼はいいですか、彼はこの時まだ約束の地カナンの地は勝ち取っていないけども、すでに彼は自分の魂の領域を勝ち取っていました。失望という領域を勝ち取り、挫折感という領域を勝ち取り、落ち込みや劣等感という領域を勝ち取り、そしてそこを希望と信仰で満たしていった。皆さん、カレブは勝利者です。彼は劣等感に負けなかった男です。そしていいですか、彼は劣等感によって自分の運命を閉ざされることはなかったので、45年後彼は素晴らしい勝利を得ていきます。ヨシュア記の14章、ヨシュア記の14章の12節13節、今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて城壁のある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。ヨシュアはエフンネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。85歳になったカレブは全く衰えていません。彼は勇敢にヘブロンの地を勝ち取りました。あの約束の地の中の一部分、ヘブロンの地です。さあ、なぜ彼はヘブロンの地にこだわったんでしょう。なぜエルサレムじゃないんでしょう。なぜベールシェバじゃないんでしょう。なぜシェケムじゃないんでしょう。なぜガリラヤ地方じゃないんでしょう。なぜこのヘブロンだったんでしょう。12節にこう書いてありますよね。今主があの日に語られたこの産地を、彼は個人的に語られてたんです。かつて10人の側攻たちと一緒に、あの偵察隊と一緒にこのイスラエル全土を見渡したとき、彼らがヘブロンの地域に行ったときに主はカレブに語ったんです。ここをあなたに与えるんだよ。皆さん、私たちはなぜ劣等感によって苛まされてしまうんでしょう。周りから見て何が成功かを考え始めるからです。そして何を選べばいいのか、それを他人目線で選び始めるからです。けどカレブはそうじゃなかった。彼は周りからどう思われることは関係ない、神から見た成功だけを目指しました。なぜ彼がヘブロンの地を勝ち取ることができたんでしょう。主が語った相続文がそれだったから。詩編の18編を開いてもらえますか。詩編の18編、ダビデもかつては劣等感で落ち込んでしまう時期があった。しかし詩編の18編の32節、ダビデはこう言ってます。詩編18編の32節、神は私に力を帯びさせ、私の道を全き者にされます。私の道を全き者とされます。主が私に用意した飯を私は歩む。主が私に用意した相続分を私は貸し取る。主が私に与えてくださった賜物に従って私は働いていく。私の道を神様は平らに整え、まっすぐにしてくださる。他人のために用意された道じゃない。
私は私の道を行けばいいんだ。それがダビデが得た悟りです。他人と比べる必要はありません。他人と比べて一喜一憂する必要はありません。そうではなくて神様が与える成功を目指しましょう。神が用意した運命を達成してくる、している、すること、それが勝利者です。勝利者の定義とは何でしょう。神様があなたに用意した運命を最後まで達成すること。イエス様がそのお手本です。イエス様がこれから十字架につくというとき、ヨハネの17章でイエス様がこう言ってます。ヨハネの17章の4節、ヨハネの17章の4節、私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。私が行うようにとあなたが与えてくださった技、その行い、働き、それを成し遂げて私は栄光を表したんです。これが神の国における成功の基準です。神が与えてくださったことをやる。私は時々こういうふうに聞かれます。文吾先生、牧師になると決心したのはいつですか。多くの素晴らしい牧師さんたちが、ね、本当に子供の頃から、ね、牧師としてなることを決心してた。素晴らしいと思います。同じ質問が私のところに来るんですね。文吾先生はいつ牧師になる決心をしたんですか。私の答えは、いえ、そんな決心してません。牧師になる決心してません。そうではなくて、私が決心したのは主にあって自分の運命を達成したい、それを決心したんです。そしてそれを決心していったときに、自分の中にあった情熱を探ってみたら、主が立て上げる教会を共に立て上げたい、そして自分の中にある賜物を探ったら御言葉を解き明かす賜物があった、そして自分の中に与えられている気質はリーダーシップだった、そして気がつくと主が扉を開いてくださり、教会開拓へと召してくださった。別に自分が牧師という肩書きを持ちたかったことは一度もありません。牧師らしい風景を頭に描いて、あ、この場面これやりたいんだよね、それもありません。牧師室の椅子に座りたいと思ったこともないし、牧師室もありません。けどそうではなくて、主が私のために計画しているその人生を歩みたい、主が用意している運命だけは達成したい、それ以外のものは何も達成できなくてもいい、神様が用意した勝利の道を歩んでいきたい、それを達成することを決心していったとき、今の自分があるんです。もし私たちが自分の人生を歩んでいくとどうなるんでしょう。それでも他の人の人生がちらほら見えてきます。先日ですね、私はとてもとてもですね、苦しみそうになったことがあったんです。思わずネガティブな思いもしそうになったことがあるんです。私がとても大好きな、本当に仲のいいワーシップパスターがアメリカにいます。アメリカのカリフォルニアに住んでます。そしてですね、本当に仲のいい友達でいつも励まし合ってるんで、もう彼の人生の成功は私にとっても人生の成功、喜びです。しかし今回はちょっと度が過ぎました。彼がカリフォルニアに新しい家を買ったんです。そしてまず写真1枚目を見ました。子供たちがですね、6人ぐらい、5、6人ぐらいいるんですね。そして子供たちも一緒に、家族全員の写真なんです。後ろに写ってる建物が、ん？学校かな？ん？何階建てかな？なんだこのでかさ、写真の中に写りきってないぞ。このお屋敷のようなのはもしかしてこれが家なのか。けど1枚だけの写真で決めつけてはいけないと思いました。2枚目の写真を見ました。また家族の写真でした。今度は水着でした。プールサイドでした。後ろにでっかいプールが写っていました。え、これはいわゆる自家用プール。普通アメリカでも自家用プールってちょっとこうなんかこうぐにゅぐにゅ曲がったこうちっちゃいこう子供が遊ぶようなイメージなんですけど、なんかえオリンピックできるの、50メートルプールみたいなのが映ってて、しかもですね、よーく見てみるとですね、天井、これえガラスの天井張ってあるよね、屋内屋内プールカリフォルニア。その瞬間にですね、いいですか、私はあのローマ書12章15節の御言葉が一瞬来たんです。喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しみなさい。しかし私の心の中でそれが真逆になりそうでした。喜ぶ者を見て悲しみ、代わりに誰か悲しんでる人がいたらそれを見て喜んじゃおうかな、そのような弱い肉の自分がムクムクと浮かび上がりそうでした。しかし私がその時ですね、ああなんていいんだ、羨ましいな羨ましいな羨ましいな、それを思い続けているとどうなるんでしょう。だんだん彼はいいものを持ってるけど自分は何も持ってない、そういう思いになって、最後には主が私に与えてくださっている祝福を忘れてしまうんです。
そこで私は本当に御言葉通り共に喜ぶことを選びました。もっともっと彼の人生が祝福されることを願いました。そうするとどうなったんでしょう。同時に同じ主が私の人生に与えてくださっている祝福、それをますます喜ぶことができるようになりました。それは私の心の中での勝利でした。皆さん、私たちの人生の中で気がつかないうちに持ってた劣等感があるかもしれない。気がつかないうちに他人の人生の成功や祝福を見て妬んだり悲しんだり落ち込んでたりしたかもしれない。しかしそのような人生は今日でおしまいにしましょう。なぜならば主はこの2日間の間私たちを全く新しい領域に連れていきたいから。今日まず私たちが心の内側で今まで征服できなかった未踏の地を征服しませんか。アーメン。そのためには何が必要なんでしょう。今日私たちがギルガルに行かなければいけない。ギルガルという場所を知ってますか。皆さん、あのイスラエルの民がヨルダン川を渡った直後に宿営した場所です。さあ見てみましょう。ヨシュア記の5章ヨシュア記の5章の2節。ヨルダン川を渡った後神様がヨシュアに告げました。5章の2節。その時主はヨシュアに告げられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエルの子らに割礼を施せ。イスラエルの民はアラノの40年間の間に全部入れ替わっていました。しかし彼らはまだ割礼を受けていませんでした。新世代は割礼を受けていませんでした。そしていいですか、彼らは新しい世代になっていてエジプトを体験していない世代でしたが、彼らの心の中はどんな状態だったでしょう。ヨルダン川渡った、約束の地に入った、今から戦うぞ。そうは言っても僕たち所詮エジプト時代は奴隷だったし、僕のお父さんも奴隷だったし、今さら急に新世代とか言われても次世代って言われても勝ち取るって言われても、所詮もともと奴隷出身だし400年間そういう生活してたし無理っしょそういう思いになってたかもしれない。しかし主はもうあなたたちは過去のエジプト時代の思いから解放されなければいけないよ。そのために主は彼らに割礼を施し、あなたは契約の民だ、その新しいアイデンティティを彼らにはっきりと、もう体のその割礼の痛みを持って覚えさせました。彼らが割礼を受けた後主は何と言ったんでしょう。9節。主はヨシュアに告げられた。今日私はエジプトの地辱をあなた方から取り除いた。それでその場所の名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。ギルガルという言葉は転がすという意味です。ゴロゴロ転がしてその重たいものを取り除く。かつて私たちの心の中にあった奴隷のメンタリティを取り除く。私たちの中に残ってた劣等感を取り除く。私たちの中に重たい石になってた無力な、もう自分なんか所詮そのような思いをゴロゴロと退けて、もうゴロゴロゴロギルガルですよ。もうよくなんかギルガってるわけですよ。いいですか、ね、主はエジプトの地辱を取り除く。エジプトのそしりを取り除く。かつての恥を、かつての劣等感を、かつての惨めさを取り除き、そして全く新しいアイデンティティにして私たちを約束の地に送り出すんです。皆さん、今日あなたも心の割礼を受けたいと思いますか。心の割礼を受けて今日があなたにとってギルガルとなることを願う方、どうぞ立ち上がってください。共に祈りましょう。ピアノお願いしてよろしいですか。イスラエルの民はアラノに来て40年間の間、旧世代は古い世代は常に文句を言ってました。不平不満がありました。アラノに来た時にはエジプトに帰りたいって言いました。そして約束の地を偵察した後は約束の地よりかアラノの方がまだマシだって言いました。そしていよいよ約束の地に入るぞって言ったら、エジプトのことを指してあっちの方が乳と蜜の流れるところだって言い出しました。どんだけ文句を言うんだどんだけ神様が風景を見せているのに、どれだけ神様が幻を与えているのに文句ばっか言って後ろに後ろに下がろうとしてしまう。それは過去の呪いが断ち切られてないからです。エジプト時代が断ち切られてないからです。しかしこの新しい世代はそうではなかった。
完全に世代が入れ替わってからはイスラエルの民は一切不平不満をこぼしません。一切愚痴を言いません。彼らは大胆に力強くヨルダン川を渡りました。そして仕上げとして、いよいよ今から約束の地を手に入れるその仕上げとして、神様が最後に行ったこと、それは割礼です。今主が働いてくださることを感謝します。主ご自身が今御言葉の剣を持って私たちの心の割礼を施し、そして今主ご自身が私たちのヨシュアであるイエス様ご自身が今あなたを占領してくださいます。共に声に出していきましょう。私に続いて祈ってください。イエス様、私はあなたこそヨシュアであることを認めます。どうぞ今日私の心をあなたが占領してください。これまで私の中にあった劣等感をあなたの前に差し出します。他の人と比べて一喜一憂してたことをイエスの名によって悔い改めます。私の成功は他人が決めません。私の成功は私も決めません。私の成功を決めるのは神です。イエス様、どうぞ今私の心に割礼を施してください。不要なものを取り除いてください。今日私はギルガルにいます。イエスの御名によって宣言します。祈っていきましょう。それぞれの口の言葉で主を褒めたたえていきましょう。主ありがとうございます。今あなたはこの場で働いてくださり、聖霊の力強い臨在を持って一人一人の魂を勝ち取ってくださっていることをありがとうございます。このメッセージを通して神の御言葉の剣を持って私たちの心に今割礼を施してくださったことをありがとうございます。主をどうぞ今私たちを清めてください。間違った肉の思いから、この世のマインドから私たちを解放していってください。私たちの成功はあなたです。イエス様、どうぞ私たちを勝ち取っていってください。そして私たちもまたイエス様、あなたご自身を所有したいです。イエス様、もっともっとあなたと出会いたいです。もっともっとあなたを知りたいです。もっともっとあなたと一つになりたいです。今私たちとイエスとの関係を退けようとする全ての間違ったものを取り除きます。私たちと神との関係を妨害しようとする全てのこの世のアイデアを退けます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは力強い神です。あなたは永遠に私たちの王であり主であり、そして私たちの救いです。イエス様ありがとうございます。主は救いです。あなたこそヨシュアです。主ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人をあなたの軍勢に引き入れてください。私たちを新しいイスラエルの民としてください。あなたと共に勝ち取るものとしてください。主よ、この地上にまだ神の国が訪れてない領域があるならば、私たちを使わせていってください。まだ私たちの人生で到達しなければいけない領域があるならば、どうぞそこに私たちを派遣していってください。主ありがとうございます。あなたは良い羊飼いなので、私たちはあなたについていきます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。イエス様感謝します。イエス様感謝します。イエス様感謝します。主ありがとうございます。今ここで捧げられているすべての祈りが一つもこぼれることなく、あなたの御座の前に置かれていることをありがとうございます。どうぞ私たちの祈りがあなたの御前に甲として登っていきますように。主よ、あなたのこの生贄、それは砕かれた霊、砕かれた悔いた心、あなたはそれを蔑みません。私たちが自分たちの弱さをあなたの前に告白するとき、それは祭壇の上で全焼の生贄とされていきます。主ありがとうございます。どうぞ私たちの祈りを受け取ってください。あなたを褒めたたえ、砕かれた心であなたに従います。主よ、あなたの目だけを、あなたの眼差しだけを気にさせてください。それ以外のことは全て二の次です。あなたがどのように思っているか、それだけを私たちは知りたいです。あなたに喜ばれ続けたいです。主ありがとうございます。新しい勇敢さを与えてください。新しい世代が、新しいヨシュアの軍勢が誕生しますように。イエス様、あなたの御名によって祝福してお祈りします。